はいはいはい、もうごちごちに攻めちゃえば、ごちごち、こっちぶそ、こっちぶそ、こっちぶそ、はい、こっちぶそ、全然ダメージ入ってないけど、これは何故？セナセでもゴーナスです。ちょうどバンテラシの話に行きましょう。今回ですね、新イベントメダルラッキールー使っていこうかなと思います。敵を起用した体力 5% 回復ということで、今回の編成はこちら。ラッキーループラスシャンクス2枚付けております。もし2枚編成するのであれば、こっちのレッドシャンクスの方がおすすめになっております。ちなみにね、この攻撃力 14% は、今イベントできてるアイテム交換所とかでゲットできるようなメダルアイテムを使っておりますので、気をつけてください。内容としたらね、敵を KO したらスキル1、2短縮かつ体力回復ということで、絶対に KO するマンということで、お世話になったロジャー船長やっていきたいと思います。ということで、どうぞ。はい、さあ、最近さ、友達、ロジャー船長が、復刻してて、友達がね、初めてバウンティに課金をして、ロジャー船長当てたって言って、めっちゃ喜んでたんよ。いや、ロジャーめっちゃ強いわとか言って、クソほどに喜んでて、で、なんかもう毎日やってるみたいな、すごいね、楽しんでたんよ、バウンティ。あ、なんか友達そういうちょっとバウンティ楽しんでくれて嬉しいなって、思ってた矢先、この数日後にシャンクスというキャラが登場して見てみたらログイン2日前っていうのにガチでクソ、うわもうやだわマジで今のかもうなんかやだわ。うん、でもマジそのログイン2日前だったのがマジでクソ、なんか個人的にクソ面白くて、あんなにバウンディ楽しいって言ってた友達がシャンクス出た瞬間ログイン2日前になるっていう現象がガチで面白くて、やばい、これちょっと構えないとやられる。オッケー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 。いや、それはね、まあ、このなんか友達のこのログインケース、なんかログイン、ログイン経歴みたいな、形跡みたいなのがマジ環境物語ってるよなと思って、いや、ここちょっと頑張って倒していきたいな。オッケーオッケーオッケー。さあ、ここ通常攻撃で前勝ってって、オッケーいいよ。いや、友達、背景友達へ、友達頑張って、ロジャー船長で、この環境をどうにかもがいていこうかなと思うよ。敬具ということでね、やっていこうかなと思うんですけど、短い誘っといてから、これ貯めとければ大丈夫と。100人の手間を大友達へ、無理でした。背景友達へ、友達は諦めませんということで、いただきましょう。よろしくお願いします。僕友達もやっぱ楽しめる環境っていうのを目指してね、僕はこのバウンテ配信を通じてね、どうにかこうにかこの打開策っていうのを見つけていきたいと思いますのでね、皆さんもね、少しちょっと諦めずにね、どうにか、これシャンクス飛んでくる。でもこれ構えないとやられるんよ。ピョン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 飛び跳ねちゃって可愛いね。ここはい、ブースト込みの KO で、ここ避けて、はいはいはい、もうごちごちに攻めちゃえば、ごちごち、こっちブースト、こっちブースト、こっちブースト、はい、こっちブースト、全然ダメージ入ってないけど、これは何故、これは何故、これなんか全然ダメージ入ってないけど、それは何故、それは、その何故、ここいけ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 、背景友達へ、ロジャー船長だって強いんだよ、敬具。はい、ということでね、これで友達もね、多分ログインはしてくれるかなと、思うんですけども、果たして友達ではあるものの、僕の YouTube を見てくれてるかといったら、まあ、それはね、謎々なのだぞっていうような感じではあるんですけれども、まあ、シャンクス、強いよ。強い。めちゃくちゃに強い。それはね、ちょっと、否めないけど、まあ、その環境でもね、ちょっとどうにかこうにか頑張っては、行きたいなと。思いますので、はい、友達、聞け友達、強いから、ロジャー船長、ロジャー船長だって強いから大丈夫。うん、ということで、この最大体力見て、これ削られるので、ここ頭から出てきたとこ、あ、ごめんなさい、はい、おし、おし、これ無視よ、無視、無視、無視しちゃう。あ、あ、危ない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 、ここ避けて、ジャスカイ暇乗って、大丈夫、大丈夫、大丈夫、ここで絶対解放されない、ここで絶対解放されない、やば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 い、ちょっと、友達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 、無理だった。80レベルでなんであんな強いの。あー、すいません。今回はですね、まあ、敵を KO したら、まあ、スキル1、2短縮、かつ体力回復することができるということでね、もう KO が正義みたいな感じの編成でやっていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。ということでね、まあ、言うても、ロジャー選手はね、なんか個人的には結構、この、一歩後ろで陰キャカムサリをぶち込んでいく体制とか、まあ、防御じゃねえわ、ディフェンダー寄りの動きがね、割とね、個人的にはまあ強いかなっていうような感じでございますので、まあ、しっかりとね、後ろから見守りつつも、まあ、チームを支えていくような感じでね、やっていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。その概要に、まずはね、ちょっとカムサリをぶち込んで、また攻撃力をね、上げていく必要がございますので、それまでの準備っていうのをね、やっていこうかなというところはあるんですけれども、まあ、裏取り等々、こういう対象をね、しっかりと、こなしていく、このゼハハもね、ゼハハも、しっかりとここで、倒していくというのも、裏取りは絶対に許さないよいというところで何このテンション、何このテンション。ちょ、今日休みだからね、ちょっと休みのテンション、待って、赤いの寒いやな。まあ、そのテンション感で、まあ、久しぶりにこの今日一日を通して久しぶりに喋ってるんで、こんな感じになってるんですけれども、まあ、裏取りはね、させないというところで、させない？ね、俺させちゃう？みたいななんか歌のあったような気がするんですけれども、最近なんかね、毎日車でね、レッドの、曲を聴いてるような気がするんですけれども、めちゃくちゃ時差すごい、ニューヨーク、ここ。
聞いてるんだけども覚えれないっていうのは致命的な致命的な脳内をしてるんだけど、させちゃうさせないみたいなあったよね。そういう何の曲かわかんないけど、そんなようなやつはあったような気がする。さあここブースト来ますんで、待て、ここ高根の花子さん大作戦 OK で、うん、あまあいい、あなたの歌では私を救うことはできないわ。待て、おつくおつくおつく、急にオロチマル出てきた。急にオロチマル出てきて非常に汗汗なんですが、カトン豪華球の術が出てきた。さあそこのちょっと気をつけろ、あ飛んでくるから、あこいつな、うん、こいつなんか意気揚々と飛んでくるから、マジで意気揚々と飛んでくるから気をつけろ。あとあそこの赤犬さん倒したら一旦ここちょっとカムサリぶち込んどいて。オッケーオッケー、ナイス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 、隠れろ、燃えろ燃えろ燃えな燃えな燃えな、絶対燃えな。それやばい、あオッケー、当たんなかった奇跡。明日今日よりもなんて言うておりますけど、これでも犬神グレーのないから、これも構えてしまえば勝ちのバッチ来い。あらやだ、ちょっと待てよ、やべやべ、変な唾が変なとこ入った。絶対負けんな絶対負けんな、倒せるぞ倒せるぞ。ちょ見て、この最大体力削るって何、この体力もうないって。あっピヨってる、ああなんかかわいそうでさかわいそうすぎる。あオッケーオッケー、でかいでかい。ちょ最大体力削られるのマジで意味わかんないんだけど、こんなもう無理やん。だってこんなさ KO しても体力回復できないしさ、おい企画としてはなんか企画倒れみたいな感じにもなるしさ。ここでも3段目ぶち込めば当たる。これ行け、あ体力少な。あー一応最後親父やっていこうかなと思うんですけれども、さここね、ちょっとグラララでやっていけば大丈夫でしょ。オッケー、グラグララのでわかりやすくて、待って、ここ飛ばしてしっかりとグラ割らせて、あナイスジチムダン、さすが親父。あんな立ったままやられた男がしっかりと自チームダウンすることによってね、勝ちをもぎ取ってきました。はい、シャンシャス。さあ、今もシャンクスさんの攻撃。こいつさ、ちょっと耐えらなすぎてさ、シャンクスさんなんかぴょん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 なんか飛び跳ねてくるからさ、ちょっとトラウマな節あるんですけども、今回見聞色をしっかりと使いまして、ジャスト回避決めていこうかなと思います。さあ、来い。すべてお前の攻撃を受け止めてみせよう。あ、前にバカか !1、2で避けてからのここで当てての。これで待てよ。助けろ、助けろ、助けろ。無理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 。だがしかし、まあ、あれを見てしまえば、あとはスキル2をぶち込んで、待って、シャンクスさん倒してから、ちょっと待って、きついきつい。赤い抜け、赤い抜け。ヤマト行きます。まあ、やっぱね、この、得意不得意っていうのは人にございますので、赤いね赤いね赤いね、ちょっと待って、もう絶対お前絶対ちょっと赤いシャンクスこっち倒しちょっと、きつい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 、ちょっシャンクスバカ。さここで寄って貯めて、先に打っちゃう先に打っちゃう、あーもう無理、赤いね赤いね、ヤマトよりシャンクス倒してお願いお願いだからヤマトやるから、赤いねシャンクス倒して赤犬シャンクス倒せなかったら誰が倒すの、あのシャンクス誰が倒すの、俺しかいないよな、俺が倒すしかないよな、任せろ赤犬。ここ頑張ってちょっと倒していこうかなと思います。さあこれちょっと許容範当たるんよ、このあの距離感。距離感だけは気をつけつつも、なんかレイジュ頑張ってらっしゃるぞお前、頑張れレイジュ、おなんか飛んでた頑張れ、絶対あもう本当に嫌だ。はい、ということでね、メイジさん頑張っていこうかなと思います。気持ちは朗らかに、やっていこうかなと思うんですけども、あのシャンクスがピョン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 飛び跳ねるためにちょっとストレスたまるんだけど、だがしかし私はそんなストレスを抱えるような人間ものない。さあ全てを避けてしいつ避けれるのいつ僕の見聞色開花されるの、やばいやばいあ優しい優しいわ、分かれる大好きだ本当に、こういうこれぐらいの塩梅のキャラが一番好きだわマジで。オッケー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 、いやいい塩梅やわほんまに。弱いと言ってるわけではない、いい塩梅いい塩梅って言ってる。さここら辺もちょっとまあ結局楽しんで、まあ言うてもロジャー選手環境キャラやからな、ロジャー選手も言うても強いからね。まあ、ロジャー先生の、あ、ロジャー先生じゃないわ。ロジャーさんの強さもしっかりとお見せしつつも、ここ、ヤマト買っていきつつ、オッケーオッケーオッケー。で、シャンクス飛んでくるから、気をつけろ、気をつけろ、あれ、あれ、気をつけろ、あれ、気をつけろ。オッケー、よけ。大丈夫。あれ、そういうの、フルで貯めてなければ全然いけるよね。言うても、ここ貯めといて、オッケー、しっかりと倒す。んで、シャンクス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 、絶対シャンクス倒せ。オッケーオッケー、回避見てる、回避見てる。いていて、よし、ナイス、ナイス、でかい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 。気持ちは、ほがらかに。今船出が近づくこの時に焼き鳥。さあここヤマトのしっかりとお手伝いしつつもありがとうと言われてるといたしまして、まあやったのは僕じゃないけど、これ避けろ避けろ避けろ。ここナイス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 、でここ守りきります。いいね、いや完璧。おいや、ああちょっと待って、シャンクスに屈しなかったこのチーム最強やわ、一番好き。っていうことで、しっかりと最後ロジャー船長、まあ僕特に活躍はしてないんだけど、かっこいい姿ね、いい笑顔です。いやおいおい、このステージシャンクスばっかりはきついって、さすがに。こんなにシャンクス、さ、なんかさ、四方八方から飛んでくるやん、もうこのシャンクスも。それ怖いんよな、ほんとに。ティーテロロワイ、そんなにシャン、やばい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 、気をつけろ、気をつけろ、気をつけろ。あー。
大丈夫。いや待って、あっちにはベンしかいない。いやベンベンベベンを絶対助ける。俺は絶対にこのベンベンベベンを助けるぞ。やめろ、俺のベンベンベベンをいじめるな、シャンクス。絶対に、任せろ。このベンベンベベンを絶対に助けてみせますので、私が。大丈夫。まあスキルは一旦のところはないとは思うの。まあでもそろそろ溜まってきたかな。まあ言うてくん、ボコレボコレボコレ、大丈夫大丈夫。絶対にベンベンベベン助ける。オッケーオッケーオッケー、ナイス。大丈夫かベンベンベベン、大丈夫か、大丈夫かペックベン、俺が絶対助けてやるから。まだあそこちょっとやばそう、3人寄ってんな。回避だけさ、オッケーオッケー。で距離詰めて、ここら辺から一旦ぶちこ、なんで、なんで絶対に当たる距離感ではあったんだけど、しっかりと一爆が醸し出されていたとこで、ここら辺ちょっと隙で溜まってから、ちょっとウソップごめんが、OK 溜まる。で、ここでしっかりとシャンクスを縛いてくれます。シャンクス2体目、強すぎ。で、これ、カムサイが、溜まっていきますので、しっかりとボコして、その一爆は、ちょっと、な、おいえーマジさ、一爆、ダウンバグからのゴロゴロはマジハゲるって、さすがに、さすがにハゲるわ、それは。何よ、ここからちょっと頑張って、シャンクス3体目、シャンクス3、ウソップがめちゃくちゃ必死逃げてるような。大丈夫、シャンクス、3体目、ナイスウソップ。いや、ウソップ割と環境強いんちゃうか、これもしかしたらワンチャン。ここから、ワカレリさんは、ワカレリさんは言うても、ロジャー選手の方がさすがに相性はいいので、てかさ、青属性の強いキャラもっと出すべきだよな、運営さん。これはさすがに青属性の強いキャラもうちょっと出すべきではあるとは思うんですけど、そんな、シャンクスおでん絶対的に増えるやん、緑で出しちゃったら。大丈夫、だがしかし、ここからどうにか、巻き、だがしかし、言うて私も緑属性を使っているのである。申し訳ない。ゆうこまここからマルコさん使っていこうかなと思います。でもなんかその申し訳ない程度に僕はおでんさんを使わないっていう謎の謎のあの超フェス超フェスになっちゃうから、あやべえ間違えたボタン、謎に超フェス超フェスにならないようにあえてマルコを使っていくというね、あの信念のもと頑張っております。おそらくまあおでん持ってるのであればおでんの方がいいのかなと思うんですけど、ゆうでマルコさん強いからな、全然マルコさん強いから。まあ、こんなんかもう本当にあの手塩にかけてっていうのかな、まあ、マルコさん強いよ本当に。あそこ倒してでかい。ここら辺無視して、ここ無理。真ん中はさすがに間に合うから、初期旗だな。初期旗しかこれはない。タクとした初期旗で、ここ頑張って掴めれば勝てる。待て、天才すぎない？ちょっと待って。やっぱマルコ強いわ。やっぱマルコだわ。マルコ強い。いや、マジマルコ強いわ。はい、ということで、ね、動画最後まで見てくれてありがとうございます。コアナスのみんなお疲れ。ということで久しぶりにね、ラジオパートやっていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。なんかね、試合でこう、止まる。ロジャー船長を、初めてね、バウンティーラッシュで課金してまで、こう、ゲットしたロジャー船長を使ってすごい楽しんでた友達が、シャンクス出てから、見たら、最終プレイ時間みたいなのがあるかな。それが2日前だったっていうのがね、まあ、個人的にはめちゃくちゃ笑って、まあ、かつ、まあ、そういう今環境なんだろうなっていうようなね、まあ、節があったっていうのも、まあ、なんかちょっと感慨深い。まあ、それを見てね、ああ、もっとこう、どうにかこう、打開策を見つけていかなきゃなとかってね、まあ、思ったりしたんですけれども、むずい！もうシャンク強すぎる。シャンクスが強すぎてね、結構いろんなキャラ使って試してみたんだけど、まあまあまあしんどかったよね。まあけど、まあどうにかこうにかちょっと頑張ってね、やっていこうかなと思いますんで、もしなんかネタあればね、教えていただければと思うんですけど、その友達、なんか僕友達って、あたかもこうめちゃくちゃ友達がいる人間かと言われたら、そこまでいる友達でもなく、その、いる方でもなく、その言ってたバウンティーやってる友達が、まあ大学生の頃の友達、まあ高校生の頃の友達が、まあ大体3人ぐらい、まあ計4人、計4、5人なんよな、今でも遊ぶような友達って。まあみんな今僕の視聴者さんは結構学生さん多いと思うんだけど、まあ大人になっていけば、まあ、そうなってくるから自然と。今は高校生とかなんか学校でさ毎日会えるからさ、友達くなってあざ笑ってるかもしれないけど、大人になるってそういうことだからねっていうね謎に僕の覇王色のプレッシャーを与えつつも、でいう話を踏まえたあれなんだけど、この前こう職場の人にね、友達とかそういう周りでコロナかかってる人いるみたいな、まあ、聞かれて、僕がいやー、僕の周りあんまいないですね。友達が、って言ったら、めちゃくちゃに気まずい空気流れた。ボケやん！そういうボケやんっていう、あれだったんやけど、そういうボケやんっていうあれだったんやけど、なんか、あ、ごめんみたいな、なんか、ガチで捉えられてたんよな、それが。それを踏まえな。なんか僕って本当に友達少ないんだろうなって思われてるんだろうなってなんか傷ついたわ。ボケからなんか始まるちょっと傷つくドキュメンタリー生まれてたわ。っていうことで、まあ、高校とか今学生さんが多いから言っとくけど、まあ、友達はマジ大事にしときなさい。まあ、喧嘩とかすると思うし、まあ、ちょっとムカつくこともあるかなと思うんだけども、まあ、大人になったらその友達のありがたみっていうのがね、やっぱすごいね、まあ、しみじみとわかるかなと思いますんで。
言っても僕のその友達も結構やっぱあったりするし、まあ、その YouTube 活動とかもね、こう応援してくれたりとか、まあ、サポートたまにしてくれたりとか、あとなんかこの前話してたメンバーシップのね、なんか話とか等々、まあ、こう友達、その友達にしてみたりしてね、なんかこう YouTube 上でスタンプ、なんか特別なスタンプがあるらしいんだけど、みたいな、もしこう僕がやるとしたらそういうスタンプとかちょっと書いてくんないみたいな言ったら、ああ、いいよ、みたいな感じでね、あ、結局そういう友達が支えてね、くれたりしますんで、ぜひね、皆さんそういう人はね、まあ、大切にしていてみてはいかがでしょうか。困ったら支え合う、そして、助け合うというところで、今僕困ってます、ネタがとってもない、ぜひ支えてくださいということで、今回のラジオ短めだったかもしれませんが、ここの辺で終わりたいと思います。みんな次の動画でお会いしましょう。またね。